アドリアン・ファン、オスターでセルフ・ポートレート、1663年、アルテマイスター・絵画館・スタジオとは、本来は芸術家の仕事場などのこと、ラテン語のスタジアムの変化系スタジオに由来する。また、ワンルーム・マンションの部屋を指すこともあり、フランス語などではこの意味がある字になっている。後に意味が広がり、写真、映像、音などのメディア作品の収録、 撮影のために使われる施設を意味する。目的に応じて様々なものがある。この意味で使われる場合は、主張性質や副調整質、編集室など制作に関わる仕事場であっても、撮影、収録を行わない場所は、スタジオとは呼ばれない。目的に応じて、設備内容には大きな違いがある。スタジオという名は同じでも、大抵の場合は、専門的に特化しており、 別の用途には使えない。また、同種のスタジオであっても、設備内容に差があり、細分化されているほか、価格にも、かなりの幅がある。また、そのような設備を持つ、組織の名称に、スタジオが含まれる場合がある。対別すると、スタジオには、以下のような種類のものがある。詳しくは、それぞれの個別の項目を参照のこと。写真を撮影することが目的。 商品カットや雑誌掲載写真の撮影などを行うために使われる。映画、テレビ番組、ビデオパッケージ CM などの動画を撮影することが目的。また、動画の中でも映画を撮影するスタジオ、ビデオを撮影するスタジオ、CM を撮影するスタジオとでは設備が異なる。また、映画の制作会社のことを意味する場合もある。ビデオスタジオの場合は、 撮影を行う部分と、撮影機材を制御する部分とに分かれている。NHK スタジオパーク内の公開スタジオ CT-450 映像編集。中でも、特に、ビデオ映像を編集することが目的。撮影機能は持たない。フィルム動画を編集する設備を持つ部屋は一般に、編集室などと呼ばれ、あまり、スタジオと呼ばれることはないが、その編集プロセスは、 ビデオの編集に引き継がれている。FM 京都のスタジオの録音ブース FM、秋田第二スタジオの副調整室、バンド音楽用の録音スタジオ音を扱うスタジオ。レコードや CD などの音源制作、ラジオ番組の制作、映画、テレビ番組、ビデオパッケージなどのナレーション収録及び、音声編集作業などを行う。録音スタジオ等での録音前に行う歌唱や、 演奏の練習や確認をするための音楽設備等が常備されている部屋や舞踏や演劇など団体で使用できて各種ステージ機材の常備や持ち込み設置ができる場所など芸能音楽関連での練習や確認用に使われる舞踏や演劇などの練習用スペースとしてのスタジオはアトリエと呼ばれる場合もあるまた特殊な撮影システムなどの一部にもスタジオを名乗るものがある 定義としては、スタジオの海外年であり、練習や確認用として、必要最低限の設備を備えているものから、他の組織では、スタジオとされる、レベルのものを、リハーサルスタジオと称していることもある。また、リハーサルという名前であるが、本番用として使われることもある。音合わせ、練習室などと呼ばれていた空間で、手持ち楽器以外のアンプ、PA、 ドラムセット等が用意されていて、バンド単位での練習が可能である。1975年、東京のユーフォニックスタジオの造語。これ以降のバンドブームから若者たちは、音楽の練習は、リハという言葉を使うようになった。イギリスでは、このような空間は、リハーサルルームと呼ばれている。画像合成用のシステムの一種。カメラで撮影した映像と CG を自動的に、 合成するもので、実際には存在しない CG で作られたセットと実写映像を組み合わせることができるもの。ありがとうございます。